東京渋谷の NHK にやってきたのはキャリーパミパミ。日本の可愛いカルチャーのアイコンとして世界中で注目を集める彼女がスタジオライブを行います。今回のライブは 8K スーパーハイビジョンで収録。 NHK が中心となって開発した次世代の超高精細テレビです。撮影された映像は 8K の魅力を紹介するために海外でも上映される予定。海外でもちょっと流れるということで、キャリーらしいけど、でもやっぱりその日本らしくもあるし、キャリーらしくもあるし、可愛らしい感じにしたい。すごい緊張してきた。超高精細の 8K ではどのように映るのか。セットや衣装は新しくデザインされ、試写が重ねられました。これ 8K 立体感すごいな。ライブ収録のために集まったのは熱狂的なファン500人。お願いします。それでは、はい、スイートパウダールーム頑張るぞ。よろしくお願いします。キャリーパミパミの今の思いがギュッと詰まったスーパーハイビジョンライブスタートです。
こんにちは、キャリーパミパミです。元気ですか？楽しんでますか？ありがとうございます。今回はですね、コンセプトがスイートパウダールームというのをですね、コンセプトに考えてみました。はい、なのでちょっと私も少し大人っぽいんですけど、わかりますか？はい、前髪がパッツンじゃないんです。実は女を出してます、ここで。はい、でまあちょっと女の子はわかると思うんですが、女の子がパーティー行く時って準備がかかりますよね。ドライヤーをしたり、アイロンで髪を巻いたり、口紅を塗ったり、いろんな準備があると思うんですけど、今日はそのみんなでおめかしをしたというのをテーマにライブを進めていきたいと思います。なので今日は皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。ミュージックスタート。音楽、ダンス、ファッション、すべてが融合したキャリーのステージ。企画から本番まで、そのすべてに本人のアイデアが反映されています。ちょっとなんかもう一足ぐらいピンク用意できたら、あ、全然用意します。はい、でもね、先が細いからあんまり痛くなっちゃう。結構こうなってます、ね。そうなんですよね。さっき歩いてて痛かったっていう。わかりました、はい。ちょっとじゃあ歩きやすいもの用意します。はい、キャリーパミパミのデビューは2011年、ポンポンポンがインターネットで配信されると、ヨーロッパを中心に海外で話題となりました。続いてリリースされた CD も大ヒット、一躍メジャー歌手の仲間入り。2012年紅白歌合戦に初出場。
その後も女の子の気持ちをストレートに表現した楽曲を次々に発表。これまで2度のワールドツアーで世界19カ国6万3000人を動員。日本の可愛いカルチャーを代表する歌手として世界中のファンを熱狂させています。今回のライブにも外国人出演者が多数参加しています。Yes, she came. We have a special exhibition about Japan in France called Japan Expo.And she came one time and make concert. So she's really, really famous in France too. Did you think it would become popular abroad? Like as popular as it did? Or were you surprised by how many people abroad watched the video? なんか結構自分でも不思議だなと思うんですけど、やっぱり私は日本初の、まあ、原宿ガールとしてデビューして歌を歌わせていただいてるんですけど、やっぱり世界中の方って特に女の子もそうだと思うんですけど、可愛いものがすごく好きで、結局なんかいろんな女性でもかっこいい人とかクールな人とかいると思うんですけど、可愛いって思うものってやっぱりそのこういう日本のちょっと原宿っぽい感じというか、わちゃわちゃした映像とか多分好きだと思うので、なんかそういうところから気になってくれている方がいるんじゃないかなと思ってます。私も ポップでユニークな楽曲も世界で支持される魅力の一つ。これまで全ての曲の作詞、作曲、プロデュースを手掛けてきたのが中田泰孝さん。なんかどうしたいみたいなやつは毎回弾くんですけど、こう音とか歌詞とかそういう具体的なそういう音楽の話っていうよりかは、出した時に世の中に対してこういう風なことみたいな、そういうなんかこうなんだろうな、すごい大きな枠でこういう風に思わせてやりたいみたいなとか、そういうなんかこういう反応が返ってくるようなことをやりたいみたいな、多分そういうところが多くて、だから僕はそれに受け止めてどういうものだったらそうなるかなって考えながら作ることが多いですね。今年の新曲でもキャリーは新たな方向性にチャレンジしています。問題ガールだったらしばらくちょっとシングルを出さずに新曲だったので、そのファンタジーをちょっと封印してガラッとかっこいい女の人の曲がいいですっていう風に伝えたり、なんかお話をして次どんな風なシングルにしたいとか、最近どんな気分なのとか、中田さんに結構私生活のお話をしたりだとか、なんか最近こうなんだみたいなお話をして歌詞は作っていただけることがあります。僕もそうなんですけど、すごいもうすでに結構いいなって言われてるようなことをやるんじゃなくて、なんかこう新しくこう価値を広めるというか、こういうのもいいなっていうか、それまで興味のなかった人たちも巻き込むようなすごい力を持ってると思うんで、僕はその部分で言ったら音楽担当としてすごいいろいろ面白いことをやれたらいいなと思って、頑張ってます。
今回のスペシャルライブは2ヶ月前から準備が進められました。ステージの世界観をキャリーと一緒に形にするのは飯島久美子さん。スタイリストとしてキャリーをデビュー以来支えてきた彼女がライブの総合演出を初めて担当します。 CM やライブ衣装などで活躍している飯島さん、大胆な色使いと奇抜なデザインで定評があります。かわいいけどね。でもね、今回飯島さんが提案したのはパウダールームをイメージしたステージ。おめかししてクラブに遊びに行こうっていうお支度的な感じの半楽屋みたいな、ちょっとスタートを匂わすみたいな、始まってんのか始まってないんだかぐらいの感じが出たらいいかなと思ったんですね。飯島さんのイメージにはキャリーのアイデアが生かされています。可愛いだけじゃつまんないんで、ちょっとこう毒っぽい色味とか少しなんかこう派手な感じの色を使って世界を作っていきたいって言って、でパウダールームにしたよっていう連絡が来た時に、あ、なんかその手があったと思って、今までもいろんなライブしてきたんですけどパウダールームって一回もないので、なんか少し大人っぽい感じかなと思います。こちらはキャリーの衣装。おもちゃの化粧道具が縫い込まれ、衣装自体もパウダールームになっています。パウダールームなので、そのままドレッサーとかいっぱいつけようっていう、ガチャガチャしてるおもちゃ感みたいのは今までもう何回かしたんですけど、 8K ということで立体がより強いものがついてたら面白いのかなと思って、このドレッサーとかちょっと女性らしいムードもあって、女の子ならすごい誰でも好き。スタジオには4台の 8K カメラが運び込まれました。キャリーと飯島さんが作り出すステージを超高精細映像で記録します。 8K スーパーハイビジョンは次世代のテレビと言われる技術。普段私たちが見ているハイビジョンテレビの映像はおよそ207万の画素と呼ばれる点で構成されています。 8K の映像はこの16倍のきめ細かさ、およそ3300万画素。映像を拡大して比べると 8K の鮮明さが分かります。人の目の限界に迫ると言われる高い解像度を持つテレビなのです。今回は50本のマイクで音声を収録、 22.2 チャンネルのサラウンド音響を実現します。高精細映像とサラウンド音響、最新の技術がキャリーのステージの全てを記録します。総合演出の飯島さんは衣装の素材の質感にまでこだわります。キラキラを導入しようと思って、すごいキラキラするのが良かったじゃないですか。キャリーちゃんスパンコール苦手なんですけど、 8K だからどうし痛くしないから入れてもいいって説得したんです。私の衣装、今回でもヘアとメイクがちょっとポイントだと思っていて、髪の毛いつも、まあ、ウィッグなんですけど、こんなに大きいボリュームの髪の毛ってあんまりしたことないので、それも新しいですね。あとちょっとメイクもポップな感じにすると思います。ダンサーの衣装にもこだわりが。でこれダンサー、いつものキャリーちゃんのダンサーの女の子たちはケイちゃんと話して、この美術のセットに同化してほしいっていうことをおっしゃってたので、もうなんか人間じゃないみたいのがいいって言ってたので、ダンサーさんは香水ボトルとかパフにしたいって言ったのを飯島さんに口頭で言って、でも私はちょっとイメージがなんとなくしか湧かないんで、なんか香水とかでちょっとこう人間っぽくなかったらいいですねみたいなこと言ったら、やっぱ飯島さんがやって絵に起こしてくれたりだとか、人間は私一人にしたいっていう風に飯島さんにお話しして、パフだったりなんか少し、うん、なんか雰囲気を変えたいなと思って頼みました。セットや衣装、そしてダンス、本番に向けていつも以上に入念な準備が続けられました。
結構世界観重視なので、あのやっぱりそのライブで盛り上げようっていう気持ちよりはその世界の、まあ、住人みたいな感じでちょっと物語を進めていくような感じであのパフォーマンスできたらいいなと思います。本当にその目の前にいる感じがすごいするので、やっぱり私たちのダンスもそうですけど、こうドライヤーとか香水とかから出るものとかもあの体感してもらいたいなと思います。Cherry, cherry.
りよく言われるんですけど、すごいミステリアスで謎に包まれてるっていうのはすごい言われます。あのキラキラしたドレスを着て、あの可愛らしいセットの中で歌っているので、なんか自分もふと帰ると私とキャリーパミパミってちょっと違う風に思えて、なんか自分が客観視してみると、私は今自分の好きなことをあの音楽を通してやらせてもらってるので、多分キャリーパミパミがすごく好きで、あのああいう服着たいとか、私はごく普通の本当22歳の女の子で、昨日も友達と焼肉行ったりカラオケしたり、あの本当に普通の女の子だと思います。ライブ前日のリハーサル、完成したセットで本番通りに行われます。今回キャリーはリハーサルで新しいメイクを試しました。なんか派手なんだけど私らしく分かるようにって頼んで、誰か分かりますかって言ったら、あんま分かんないって言われたからどうだろう、すごい緊張してきた。リハーサルの映像を早速チェック。新しいメイクの仕上がりも気になります。これ 8K 立体感すごいな。アイシャドウは普通に茶色とかちょっとまあ紫とか系にして、であとやっぱねリップが濃い分チークもちょっと濃い気がしたのと、あと前髪は私は片方隠れた感じが一番可愛くて、で今隠れてるのいいんですけど、ちょっとここが開いてたりとかしてた、隠れてちょっとスッて開いてたから、そうですね、なんか結構私の顔ってあの眉毛出るか出ないかでかなり変わって、眉毛が薄いのであんまりなんか出すぎてもに人相悪くなるし、かといって出なさすぎてもテレビ的に良くないしとかで、結構いつも調整してます。やっぱり自分らしさをあの入れてもらえるようにしていて、なんかこういう感じにしたらキャリーちゃんっぽいんじゃないかとか、なんか少しそのシーンはブレないように、いろんなことに挑戦するけどやっぱ一つシーンはブレないようにあの考えてます。ライブとか PV とか。キャリー独自のキャラクターと世界観のもと、トップクリエイターが力を結集、作品を作り上げます。どこからこの発想が出るのか聞きたい。何を見てこんな豊かな世界をイメージするのか聞いてみて。本当にこう広める力っていうか、まあ、自信とかこう堂々としてるんで、まあ、実際はあの内心わかんないですけど、あのステージにいる時のすごい本当に堂々としてるんで、やっぱり、うん、みんなこう見ると気持ちがグッて入っていくと思うんで、本当に素晴らしいと思います、はい、いっぱいとかってわかんないんですけど、心が綺麗な、心が綺麗っていうか、すごい純粋でまっすぐで本当にいい子なんですよ。あの普通にいい子で、そこがとってもバランスが、アーティストの面とそのすごく普通の常識的なところときちんとバランスが取れて好きですけど、はい。音楽活動についてはやっぱり今すごい好奇心もあるし、やりたいこともたくさんあっていろんなことをやらせていただいているので、もうそれが尽きない限りはずっと続けていきたいなと思ってるんですけども、まあでもいつかやっぱり30歳40歳になったらきっと主婦にもなるし、お母さんにもなると思ってるので、なんかそこはあのその時かなと思いますね。あの最終的な目標は幸せに暮らすことですなんかあの最終的にいろんなことをやったけど楽しく、もうそう老後とかになっちゃうかもしれないんですけど、あの幸せに、あ、キャリーパミパミとして活動してよかったなと思えるようなあの人生にしたいなと思ってて、最後の最後は本当になんか犬とか飼って幸せに暮らしたいなと思います。
ですね、最後の曲となります。はい、楽しいです。私もやっててすごい楽しかったです。はい、最後は皆さん一緒に盛り上がってください。みんなで